カンジロワーズ町田幸気分ですにお気持ち表明。ベルギー杯決勝でチームに優勝をもたらすゴールを決めるなど、今季公式戦44試合で3得点1アシストと活躍し、今夏のステップアップに向けて注目を集めている中、町田は選ぶなら日本人が成功しているブンデスリーガーを選びたいと語ったという。町田はイタリアのクラブが自身に関心を示していることを認めた上で、近年は日本人選手が少ない点を指摘、世界最高のリーグの一つ。でも、日本人はあまりプレイしていない。過去に本田圭介、現在は鎌田大地がいるが、日本人はあまりうまくいっていない。我々になぜセリアが合わないのか、よくわからない。あまりに戦術的、守備的すぎるのかもしれないと続けた。また、同メディアはトットナム、イングランドが町田に関心を示していると伝えた。町田はセンターバックながら13日のクラブブリュージュ戦で公式戦2戦連続のゴールを記録。攻守に存在感を示す中で去就への注目が高まっている。町田のサンジロワーズも近年は優勝争い常連だし、欧州カップでも健闘してる。そのレギュラーなんだから実績は十分。いけるならプレミア行っていいと思うけど、確かにブンデスのがあってそうな気もする。町田の希望はブンデスリーガか。町田の移籍金はあまり安くないと思うから、ブンデスリーガだと上位のお金のあるクラブになるだろうな。さすがにバイエルンはないだろうし、他のチャンピオンズリーグ出場クラブ、レバークーゼン、ライプチヒ、ドルトムントあたりからオファーが来るかかな。シュツットガルトは伊藤博樹がいる以上は町田は獲得する必要ないだろうが、伊藤博樹の移籍の噂が本当だった場合は町田を得る可能性あるかも。まあオファーが来ればの話だし、今のところはブンデスリーガよりもプレミアリーグからのオファーの噂の方が多いみたいだな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。